どうも、ジャンプスゲームズ 4MGCTV マルベリとホットマンとマギタンの3名でお送りいたします。はい、さあ始まりました。ドラゴンボールガチャ収録でございます。はい。本日もツイキャス同時配信中でございます。わお。エイチャハンさんいらっしゃい。いらっしゃいませ。さあさあ、ホットマンさん昨日ですね。はい。ドラゴンボールコラボ2014年12月の20あ昨日っていうか今日か。はい、12月29日の0時からスタートしてまして、はいはい、マルベリー単独でまず一発引きました。はい、見ました。はい。トランクスでした。いや、いいよね。うん。まあ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 。金出てさ、はい。でもなんかトランクスかみたいな。まあ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 。テンションでしたね。まあ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 って感じでしたね。はい。前回ですね、前回っていうか、あ、高台さんいらっしゃい。昨日ドラゴンボールコラボの情報全く見てなかったんで。ちょっと情報見てみましょう。ああ、いいね。はい。コラボ第3弾と。いいね。コラボガチャが新たな、あ、コラボガチャに新たなキャラクターが参戦と。うん。まあ、ナッパ、ラディッツ、ビーデル、ゴテンクスが追加になったと。ビーデル。ビーデルさん。ビーデルさん。あ、しおさんこんばんは。で、第1弾、第2弾キャラクターの一部も登場ということで、悟空、ベジータ、ピッコロ、トランクス、ご飯、あとは人造人間シリーズとセルと、ミスターサータンと、はい、いう感じで、あとですね、コラボダンジョンの方も一応やったんですけど、ナメック星の前、我々が魔法石9個消化してクリアできなかったやつですよ。あれのリベンジ戦昨日やったんですけど、はい、ノーコンクリアですね。Bランク、うん、無事リベンジできたんですけど。はい、ダンジョンを倒すとですね、ドラゴンボールをドロップできると。なんだってダンジョンで敵を倒すとドラゴンボールをドロップできて、でこのドロップが今回の、うん、ガチャ系のモンスターのスキル上げができる、はあ、という変更点、まああと細かいの何点かあるみたいですけど、これ面白いね。うん、銀龍にチェンジができるとかね。はい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 、はい、チェンジができるっていうかチェンジをしてくるとかね。銀龍がね、うんうん、チェンジです。技食らったわ、君のチェンジ。で、ちなみに私、ウーシンチュウ、あ、ウーシンチュウじゃないや、ムーシンチュウ、わかんない。ムーシンチュウ、6。こちらをゲットしまして、これちょうどね、昨日金で取った、うん、トランクスのスキル上げで使えるみたいですね。あ、ほんと。うん、あ、ライちゃんいらっしゃい。いらっしゃい。ヘイヘイヘイ見てるってやってたな、やってたな。あ、ララさんこんばんは。こんばんは。あららさんこんばんは。ということでございます。ガチャ画面いきましょう。いきましょうか。はい。ドラゴンボールコラボガチャ。久々に竜のあれ見るんだな、竜の竜を。シェンロンの竜をね。シェンロンの竜を。はい。まずはドラゴンボールコラボガチャ画面に入りましょう。はい。はい。ドラゴンボールとパズドラが奇跡のフュージョンと、はい、孫悟空、ご飯、ゴテンクスたちを含むこれをキャラクターだけが手に入る期間限定レガチャ。いやマジでゴテンクスとか来たら超熱いな。熱いですね。ホットマンさん、能力は知らないんだけどさ、何回回しますか？いやー、1回で。1回。はい。むぎちゃんも1回。1回。なるほど。じゃあ一発勝負ですか？そうですね。なるほど。わかりました。最初に金が出なかった時のドラゴンボールはちょっとやめた方がいいっていう鉄則ありますからね。ああ、それはありますね。うん。じゃあまず一発勝負でいきましょう。行こうぜ。はい、行こう。じゃあ掛け声がカメハメハでいきますか。ドドンパにしよう。ドドンパにしますか。わかりました。ではドラムロールの後にドドンパと。掛け声をかけたタイミングで回しますので、はい、ツイキャスのを見ている皆さんで同時に回していただける方とかもしいたらね、一緒に回していただければと思います。はい。チャオズ来たらどうしよう。チャオズ来るんじゃねえのそんなん言ったら、うん、大丈夫ですか？大丈夫でしょうか？さあドラムロールいきましょうか。はい、いきましょう。ドラムロールスタート。いくよ。ドドンパ！え、紀元山かよ。どっちだよ。はい、ということでシェンロン来ましたね。お前は絶対チャオズだな。お前は絶対クリリンだな。そのうち嬉しい。さあ行きましょうか。はい。じゃあシェンロン、イデオシェンロンで下げましょう。はい。行きましょう。イデオシェンロン金こい金金銀銀金。お、でも嬉しいかも。麦ちゃん金だった。金だった。なんだった？ベジータで。おお。やった。ベジータおめでとう。ありがとうございます。ベジータ。やった。やばいっすねベジータ。おー、ベジータ来たか。ベジータやばいですね。ねえ。で、ホットマンが。いや、俺欲しかったのこれ。何来ました？あ、ナッパ。あ、ナッパですね。ナッパ。ナッパやばいわ。ナッパどんなスキルですか？リーダースキル、体力タイプの攻撃力が 1.5 倍。あ、その前にリーダースキルの名前。頭に来たぞ。頭に来たぞ。体力タイプの攻撃力が 1.5 倍、 HP が0になる攻撃を受けても踏ん張ることがたまにある。踏ん張る系だ。でスキルがね、最高の技っていうやつなんだけど、はい、敵一体になんと攻撃力 ×200 倍の光属性攻撃。おー、まあまあまあ、ナッパないねこれ。ナッパないね。ナッパないですね。ナッパない。ちなみにマルベルはミスターサタンでございました。出たー。よっしゃ、もう一丁引こうぜ。え、もう一回行くんですか？じゃあ麦ちゃんは？麦ちゃんはな、もう引いちゃったしな。まあ麦ちゃんベジータ出たからもうおんの字ですよね。うん。じゃあマルベルホットマンでもう一回行きましょうか。もう一回行くわ。頑張って。いやー行きましょう。ベジータ。ベジータ、ナッパ、あとベジータ5テンクスとご飯出せたらいいけど、飛行か悩む、あとはセル、あ、ガーレオンさん、コメントいただいてありがとうございます。ありがとうございます。高台さん、マルベリさん、もう一回行きましょうってね。お、メグ、ビーデルだった。ビーデル、ビーデルいいね。めっちゃいいな。ゲジータってなんだ。ライちゃん、ゲジータ出たか。ゴジータでもいいよ、ゴジータ。うん、ゴジータいないわ。それな。それな。はい。銀枠やった。あ、ビーデル銀枠なんですね。じゃあ行きましょうか。はいよ。2回目。ドラムロール。じゃあ、あとはもう、掛け声は好きなドラゴンボールキャラクターの必殺技で、まあ、それぞれね。うん。行きましょうか。はい。OK。はい。では、ドラムロール行きましょう。2回目。ドラムロールスタート。激烈マーカンコーサポー。激烈マーカンコーサポーってね、これゲームにしか出てこないんだけどね。あったなあったなあったな。早速もうパッて下げちゃっていいかな。いきましょう。今いけそうな気がする。いでよシェンロン下げてね。金金金金金金。おお、ビーデルビーデルマールベリー、やっぱナッパないの来ましたね。ナッパないの来た。ナッパないの来ましたね。あ、ビーデルなんか、ビーデルなんか麦ちゃんに似てない？おお、髪型だけじゃないですか。ビーデル麦ちゃんっぽいね。なんかこれ麦デルですか？麦出るだこれ。麦出る。ベジータとバクってやるよ本当に。バクるって古いな。あ、高台さん、金出ずに終わらせていいんですか？金来いってエイチャーハンさんね。ドラゴンボールコラボ悟空しか、言いません。ムーデル。ベジータが欲しい。あら、高森さん、食券さんでしょうか。初コメありがとうございます。いらっしゃいませ。いや、もうホットマンさん、もう次回す気満々なんですか？回そう。回しますか。じゃあ3回目いきますか。行こうぜ。頑張って。じゃあ3回目。ドラムロール。ね、最後、ホトマさん3回で最後ですよね。3回目で最後です。最後はイデオシェンロンで回しましょう。ああ、いいですね。はい。じゃあ行きましょう。3回目ドラムロールスタート。いでよシェンロンロン。お、高森さんゴテンクスと悟空は火だ。なるほど、いいですねゴテンクス。さて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 、さあ最後金パッと出してね、締めましょう、いきますよ。こうぜ。3回目シェンロンの手を下げてね、来い金金金金金、来い金金金金金金銀プラ。うーわおお、人造人間人造人間17号人造人間。え、すげえすげえわこいつ。17号まあまあいいですよね。敵一体攻撃力かける250倍の火属性で攻撃する。4個防以上で火属性の攻撃力が3倍になる。18号とベジータに、おベジータ2体出た。おととまるさんご飯いいですね。やっぱりリスナーさんにやっぱ運がいくんですよね、ジャムスゲームスのね、このゴッドフェスね、ガチャ収録は。はい、マルベリーはピッコロでございました。ピッコロピッコロでございました。ああ、まあでも。じゃあ、入手順に見てみましょうか。はい。ミスターサタン、1体目。1体目、ナッパ。はい。で、麦ちゃんがベジータ。はい、いいですね、ベジータ。やったー。で、2体目は私もナッパ。ビーデル。ビーデルいいですね。はい。麦デルが出ましたね。麦デルきました。で、3体目は私、ピッコロ。人造人間17号。まあまあ、ホットマンさん良かったんじゃないですか。うん。そうですね。うん。うん。さあ、ということで、最後はいつもの通り、マルベリーが1回ラストガチャ引いて、金が出なければそこで終了、金が出たら、ちゃんと終わりの挨拶までさせていただくという恒例のやつで締めたいと思います、はい、さあこれでね、終わりになるか、最後皆さんにちゃんと挨拶できるか行ってみましょう、はい、さあ頼むよラストガチャ回す、はい、さあ行きますよ皆さん、これで、金が出なければ収録はここで終了でございます。ラストドラゴンボールガチャ回してね、来い金金金